2023年の2月の19日、今日は雨水ですね。雨水っていうのは雨の水と書きまして、もう雪が降ることはないと、春がはっきり分かってくると、まあこういう日でございまして、古代中国花王朝はこの雨水の日をお正月にしておりました。で、今日は本のご紹介なんですが、こちらがですね、新川崎駅近くのですね、常蓮寺というお寺さんです。日蓮宗ですね。で、今日はこの後ですね、こちらでトークイベントがありまして、浜崎陽介さんとやります。はい、楽しみなんですけども、で、その後ですね、サイン会がありまして、もうちょっとお席は全部埋まっちゃってるんですけれども、もしご希望があればですね、サインだけ欲しいっていう方はですね、午後の3時15時過ぎぐらいにこちら常蓮寺さんに来ていただけますと、サインには応じます。はい。で、こちらジオヒストリアがですね、おかげさまで4釣りが決まりまして、推計1万部に達しました。皆様本当にご支援ありがとうございます。はい。出版社が笠間書院さんがもうちょっと浮き足立ってまして、もうこの続編ほぼ決まりました。はい。なんとか今年中に出したいと思います。それから今日2月の19日、こちら出ました。はい、感染症の文明史です。これはですね、私の動画乃木坂チャンネルと、あと CGS ですね、で何回かお話した内容を本にしたもので、これは今日発売です。こちらは角川さんですので、今日書店に並んでるはずですので、はい、感染症の文明史でございます。ということで、まあ、こちらぜひお求めになっていただいて、今日持ってきていただければサインもします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、新刊の発売と、それから講演サイン会のお知らせでした。ありがとうございました。